ンの評価完全に二分される。セリエ A のパルマは日本代表のゴールキーパー鈴木財音を完全移籍で獲得したことを発表した。移籍金は最大で17億とされており、日本人ゴールキーパー初のセリエ A 挑戦に注目が集まっている。日本代表の選手を信だ。それにいくつかのトップクラブから注目されている素晴らしい補強だ。彼の獲得に疑問を持っていたが、彼を見た瞬間一目惚れしたよ。これは賭けだが成功するかもしれないよ。鈴木は大きな投資だ。この金額では控えにできない。俺はこの購入を理解できないし、同意もできないね。この金額ではなおさらだ。今年のアジアカップでは日本代表の中でもワーストだった。素晴らしいキーパーに成長できることを願うが、これは大きな賭けだ。問題は彼ではなく、彼の周りにいる選手たちだ。守備がひどいと彼が早々に精神面で崩れて失敗するリスクがある。頼むからいいパフォーマンスを見せてくれ。幸運をもたらすことを期待しよう。大切なのはできるだけ失点を少なくすることだ。セリエ A での経験を持つ低価格のキーパーの方がいいわ。財音は足元とハイボールの競り合いのスタッツがベルギーリーグだとトップレベルだからな。何でとんでもなくスローイングが飛ぶから攻撃起点性能高いしな。財音がすごそうなのはわかる。財音に関してはまだ21歳だから十分伸びると思う。セリエはキーパーが強い国だから、シンプルに行くだけでも強烈な経験になるはず。セリエに日本人いると嬉しいな。イタリアの水が合えばいいね。財音は期待しかない。来季はパルマも追うかな。財音がパルマめっちゃええやん。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。